懐かしいわ。ここでもいろいろ。懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな。うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？
クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。この道覚えてるぞ。前はこの先に目じゃねえか。メリー、懐かしいわ。相変わらず美しい戦隊だ。また会えて嬉しいぞ。しししし、また会えたな、メリー。
海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ。メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？大丈夫か？腹が。お前お腹が痛いのか？俺は医者だ。見せてみろ。おかしいな。熱もないし、脈拍も正常だ。一体どうやって。おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて。相当やばい病気なんじゃねえのか？きっとアラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う。前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でも、おかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。
なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病人だっているのにひどいことするなよな。黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。貴様らなどにとやかく言われる筋合いいから、町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様。こいつ本当はバロックワークスのくせに、あくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だチョッパー、俺に考えがある。どうすんだ。ごほん、いやすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんとお前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取る。何言ってんだウソップ。いいからここは黙って見てなさい。ビリオンズ、それならそうと早く言ってくださいよ。指令書通りこの町の薬は全部奪ってきました。見てください、ほらこの通りです。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。王国への不満も増えるってもんです。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。お前、薬は簡単に手に入れられそうだけど、俺このまま戻るなんてできねえ。戦意がこう言ってるが、どうするルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう、さあ喧嘩だ。うわっ、まとめて下ろしてやるか。俺に任せろ、バースコート。まだだ。そっちけ、一刀流。いよい、シッソンソン。まだだ。俺様に任せとけ。ゴムゴムのブレット。いてててててて、効かねえな。様の出番で必殺カエボス。いちちちちち、ゴムゴムのガトリング。
これだ。その程度かやるぞ。これでどうだ。俺に任せろ。竜巻。刃こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。よし、これで薬は全部回収できたな。だけど、薬をどこに返せばいいのかわかんねえし、一回さっきの店の人に聞きに行かねえか。そうだな。それに、この中のどの薬があいつの腹痛に効くのかも確認しないといけないしな。それにしても町の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でもよかったの？私たち以前とずいぶん行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分ってお前な。最高だぜ。エナジーアップらうまい。おいおい、本当に元気になってやがる。単に腹が減ってただけなのか。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言えよ。人騒がせなやつだな。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気かと思ったじゃねえか。悪かった。だがアラバスタじゃ俺みたいな行き倒れは結構いるんだぜ。水や食料が簡単に手に入る場所でもねえんだ。そうか、事情は分かったよ。でも腹が減ってんならそうだってちゃんと話せ。だから悪かったって。ついいつものノリでやっちまった。こうしてるといつも通りすがりのやつやこの先の雑貨屋の店主がなんか恵んでくれるんでな。あ、呆れた。それであのおじさんも。とにかくありがとう、本当に助かったよ。これからも俺のような生き倒れを。ああそうだ、
ついでにこの鍵、門の前にいる男のところへ持って行ってくれないか。あんたたちが戻るのを待っている間に、ちょうど手元のところに。いや、それなら自分で。腹が膨れたらね。おい、こんなとこで寝るな。Okay. とにかく無事みたいでよかったぞ。それにこれであの門の向こう側にも行けそうだしな。もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。Please.